花沢書店は東京都文京区本郷六丁目にある明治中期に建てられた木造の2階建ての古書専門書の店舗。明治時代の中期用品店舗として建築され、1923年に起きた関東大震災、その後の第二次世界大戦や東京大空襲においても被害を受けなかった。当時の東京大学周辺の昇華の街並み景観を伝える、 建物で歴史的建造物として国の登録有形文化財に登録されている。建物は東大正門前の本郷通りに面し、明治の当領が心を込めて作った木造2階建て、質素で剣道な江戸商会様式で明治中期の商店建築です。通常2階建ての家は大屋根の軒が短く、壁または窓の上に桁を作り屋根を支えている。ところが、 我が家の軒は約1メートルと長く出ており、このため約40センチメートルの長さで15センチメートルの角材が外に出て、さらにその上に出し桁が作られ屋根を支えているのが特徴です。長い軒は建物本体を風雨から守っています。2階ベランダに手すりを回していることは当時洋風建築を取り入れた和洋折衷の姿です。 二階の天井の高さが低いのは、明治中期の庶民建築の特徴です。棚沢孝一著「慈愛だより、我が町田んぼを第一階慈愛病院より抜粋。ありがとうございます。